まあ、若い時は、若いちょっと怒られますけど、まあね、二十歳ぐらいの時って肌はね、うなはだけて潤い滑らか、針弾力血色っていうのは誰もあるんですけども、やっぱりアラフォー以上ぐらいになってくるとですね、だんだんこう肌もね少したるんだりくすんだり、でいろんなトラブルがねやっぱ出てきますよね。これはもう致し方ないんですけども、まあ、そんな時に、メイクでどういうふうにカモフラージュするかということになってくるんですね。で前回もちょっとお話ししたんですけど、やっぱりお顔に血色を与えるという意味で、まあ、赤みをプラスするという、それでね今日この見た感じでは赤みがほとんどないわけですね。でこの状態でいくと、これはこれでその、まあ、メイクとしてはあるんだけども、ここに血色を上げていくというのはどういうふうにしていくかと、まあ、そこでですね今日ちょっとこんな感じの色味、前回もちょっとやったか分かりませんけども、こういう眉と眉の色とこういう、はい、ペンシルもこちらの方でね、ちょっと赤みのあるようなペンシルの方で眉を描いていきますね。もう実際今こう描いてますけども、この描いてる状態にちょっとニュアンス的にこういう色を少しじゃあ混ぜていきましょうね。これ色を右だけやっていきます。右だけ軽く、それで混ぜていきながら、少しこのガイドラインを少しねぼかしていく感じでいいと思います。あんまりはっきり輪郭を取るよりかは、こう柔和な印象を作っていく時の、まあ、色味ですね。で眉頭の中に少しこう軽くグラデーションして入れていく。ちょっとだいぶ感じ変わってきたら分かりますかね。はい、赤みね、はい、でちょっとこうぼかしておいて形をこれでちょっと整えますね。よいしょ。でこういう感じね、こういう色で、このエッジを使わないとダメなんですよ。これ結構こういう角張ってますよね、この端っこ、こういう端をですねエッジを使って少し皮膚をテンションかけて、こういう風にして行きたい方向に親指でちょっと動かすわけですね。そうしたら皮膚が張ります。張ったところにこの下のラインを少し輪郭を取ってあげるとより強調されてきます。少し長めに、はい、どうぞ。わかりますかね、はい、これ全部全体的に上は描かなくていいです。下のラインをちょっと軽く取って、で眉山のあたりは少しこう濃いめにしてもいいので、ちょっとこういうふうにして形を整えて中に落とします。スッと、ほとんどタッチしてないんですね。もうすらしてる感じ。はい、これで前見てください。これで非常にね、これだけでもちょっと赤みが少し、左の眉と右の眉、えらい違いますよね。で、ちょっと長めにしました。長めにしてね、ここに中へ入れる、はい。で、これに、この色に合わせて、アイシャドウを塗っていきます。この一番明るい色、これがですね、クリームシャドウ。まあ、ちょっとクリーム状になってるので手で入れる方が、まあ、皮膚にねフィットしやすい。ちょっとこう軽く、これも目を閉じておいてもらって軽くのっける感じです。本当にねほとんどね手を滑らせてる感じ、あんまりここは押さえたらダメなところなんでね、軽くします。はい、見てください。これで光がかなり入りました。はい、で残ってるちょっと指に残ってる部分で目頭にちょびっとこう軽くぼかしていく感じで入れます。光ですね、はい、見てくださいね。でまだ残ってますんで、これはあと好みなんですけども、目頭から黒目の下に向かうところに軽くピッと入れます。はい、これだけでもねかなり光ってるんでね。はい、でこちらの色いきますね。この色から締めていく場合もあるんですけど、僕結構これだけでもねいけるなと思ってるんですよ。はい、結構両方取りました。なじみまします。これぐらいの色結構出ますから、はい、でまず最初に、はい、下向いてもらって目を閉じてください。この真ん中あたりから際を狙って、そして前後にスッスッスッと入れながら、前後に入れながら上にぼかしていきます。はい、結構赤みが出ますよ。そして
この目尻の方を少し交換していきます。見えてるかな。はい、上見てください。はい、結構ね、なんかこう艶感のあるね、色味がねスッと出てきますよね。はい、そしてこの目尻3分の1ぐらいをスッと中に入れていきます。ちょっと多めにつけてみようかな。はい、多めにつけました。はい、ちょっと少し見て、はい、こんな感じかな。グラデーションをきれいにしましょう。よっしゃと。はい、で今これアイライン引いてませんので、アイシャドウだけでねこうぼかしてるから、ちょっとこう広めについてるような感じしますけどね。これでねやってみます。これボルドー的な色で、同じブラウンっていうマスカラでもね、こうボルドーの色、これ使ってね下向いてくれます。ボルドー上からもちょっと軽く入れてあげて、シュッ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 、根元を左右に動かして、シュッシュッシュッと、はいね、これでだいぶ印象が変わりましたね。でアイラインも引きますけども、ちょっとアイラインを最後にします。はい、ブラシに取ります。軽くブラシに取って、そのままつけるとムラになるので、手の甲でなじませて、はい、にっこり笑ってもらって、この頬のトップから上に向かうところ、そしてこう持っていったらこう返す感じですね。もう何度もこうブラッシングしてあげるとですね、すごくツヤが出てきますからね。こうブラッシングしながら、はい、出ましたね。で残ってる色を目元にも、それから軽く眉の上、この眉のね周りにね、結構こういう青みがある方、特にね、毛のね残ってる色ってありますよね。これがブルーに、ブルーというか青みに見えるんですね。まあ男性でいうとこうヒゲの色って青いじゃないですか。その部分を少し血色でカムフラージュし、でトップも入れて、それと顎先にも入れていく。こういうブラリップあるんです。これなかなかいい。でスパチュラーにとってなじまします。スパチュラーの上でブラシに入れます。はい、してください。はい、これ上から取ってもいいですけど、僕の場合まず中央にのせて、どのぐらいの色を発色するかを確認してから、それから上に持っていきます。申し訳ないけど、前回もそうやったんですけど、半眼ずつデモをするっていう風に、まあ、指示をされた場合は半分しか塗れないというね。チークって入ってる方、これこっち側でも普段通りのメイクなんですよ、半眼は。それからこの口角とか今作ったところに、セルグレイスのですね、ベースインパクトというね、こういうファンデーション、練り状のファンデーションがありまして、これをね口角とかにのせていくというね、口角ちょっと少し取ります。明るめの色を取って、少しなじませて、こういうとこちょっとこう口角を持ち上げて、スッとここに入れる。わかりますかね、持ち上がったらわかりますかね。口角をこう描くんですっていうね、ダジャレをねこの間もやりましたけどで、まああと、こういうなんていうかな、練り状になってるので、気になるところにポンポンとこう押していく感じ、これがシミとかそばかすなんかはこういう感じでカバーができるというね、そういうファンデーションになってます。まあ、今はちょっとこの口角の部分でね、ハイライト的に使わせてもらいましたけどねまあそんな風にして結構いろんなね、優れたファンデーションが出てますんでね、またこれ見てください。はい、とりあえず半分まで いっといたらどうかな。全然違う、全然違うよね。はい、こういう色があります。はい、これをハイライトに使います。で使うときはこのね、
ブルーとホワイトとイエロー、ここを合わします。そうすると血色があるので、こう取って、こういう感じで取って、でこの今チーク塗ったところの C ゾーンというところを持ち上げるようにハイライトを入れます。で眉の下、本当はですね T ゾーン、今日はちょっと半眼になってますけど T ゾーン入れて、顎先入れて、でほうれん線とかね入れてやります。まあ、これでかなりね血色も上がって立体感も出たんちゃいますかね。左の逆やってみて、逆と血色が全然違いますよ ね。まあ、こんな風にしてね半眼をやっていただくと非常によく分かったんじゃないでしょうかね。で目元に最後にですねちょっとブラウンのリキッドを入れます。はい、目元にしてます。これは先ほどアイシャドウで塗った範囲で少し伸ばす感じ、はい、目を入れてください。少し切れ長に入れる、これで目がだいぶ上上がったんちゃうかな。もうちょっといいか、はい、はい、目を入れてください。はい、前に分かりますかね。これで目がまたね、インパクト、目元のツヤが素敵ですね。はい、やっぱりちょっとこういうふうな赤みを使ったメイク、色物を使うだけでもう元気さが違いますね。なんかこうで、しかもちょっと秋っぽい色を使ってるからね、なんとなしにこのおしゃれ感が出たりみたいな感じで、これ撮ってみましょう。はい、まあ、今日は半眼だけちょっと眉の色しっかりめについてますけどもね、やっぱりちょっと赤みがあることによって、でこっち側の逆の方にしてとちょっと雰囲気違いますね。やっぱ赤みがあるだけ差を見てもらうと、まあ、あのベースメイクはねある程度はナチュラルにやってるのであれですけども、まあ、やっぱりチーク入れたりリップ入れるだけで全く違う。これはもう分かってもらいますね。はい、今度はあのセルフメイクっていうのをちょっとやってもらおうかな。セルフメイク、あ、これに合わせて、はい、それに合わせてそういうのもあれね、いいかもですね、セルフメイク。じゃあまず眉から、これを使う。そうすると鏡がここで難しいわな。それは難しいわね。そうなんですよ、これはなかなか難しい。そうそう、ちょっと斜めにしておいてもらって、ね、それから前回のこのメイク あのデモンストレーションの動画をあの YouTube にアップしてますんでね、編集してね、2つほど動画アップしてますんで、まあ、それも参考にしてもらって、だいぶこうやって両方のね顔が出来上がっていくとね、やっぱり僕がさっきから赤みのあるっていうのがね、ちょっとイメージ分かってもらえると思います。すごく血色が上がりますんでね。はい、レフ板を入れるとですね、よくねそういう色味の方もね、よいしょ、分かりますかね。はい、これぐらいで分かる、もうちょっと、うん、そう、ちょっと前に、そうそうそう、はい、で逆の方、そう、で今度はシルバーでいくとこういう風にして、ツヤ感がスッと分かってもらうと思うね。はい、どこにこうハイライトを入れてツヤを出してるかとか、このチークのその上にこう上がっていく加減とかで、このこうですね、このラインね、眉のラインとこの目尻のラインの連動、こういうのもすごく大事になってきます。はい、まあ、そういうことをねチェックを最後にしていただきました。ありがとうございます。ということで、はい、それでは良い日曜日を。